正直ね、やっぱり運転しづらいです。横幅がね広いし、あとはバックが見づらいですかね。一応ねバックカメラはついてはいるんです。やっぱここを映すタイプね、ちょっと古いので見づらいですかね。ルームミラーが使えないんですよ。ここは映せるけどこっち側はね映せないんですよね。不審チャンネル始まるよ。そんな悩みをね解決しようと届きました。じゃん、スマートレコーディングミラー。サイドカメラ、フロントカメラ、リアカメラ、要はドライブレコーダーですよね。ドライブレコーダーなんだけど、サイドカメラとリアカメラがあるの。これがミラーに映るっていうことで、デメリットである視覚ドラレコミラーでね解決しようというのが今回の作戦です。こういう商品って結構日本語じゃなくて英語だったりね、どこの国の言葉なのか分かんないものが書いてあるものが多いんですけど、しっかり日本語ですね。これは嬉しい。中もちゃんと日本語。なぬなぬ、あ、これミラーなんだね。でこれが多分あれだよね、フロントのカメからシガーのアダプターと、これは配線。これもカメラなんだね。これは GPS。あ、GPS のアダプターがついているんですね。で、説明書。あ、よかった。日本語だ。ラッキー、SD カードついてるじゃん。これは嬉しい。よし、じゃあ取り付けていきたいと思います。ちなみに普通にもミラーになっているようですね。こちらリアカメラですね。最初についてるやつは防水じゃないんだ。防水じゃないから後部ウィンドウの内側につけるやつですね。でこれ配線、配線ね10メーターぐらいあるようです。よし、じゃあ後ろここですね。この窓につけておけば後ろ見えると思います。監督は今日もお休み中ですね。監督朝だよ。配線を通すために一回窓枠を外しましょう。こちらはね、あの内側に網戸とシェードがついてるので、配線をねここから通しちゃうとこうこれが使えないんですよ。ここ引っかかってね。だこの中からちょっと通すようにしたいと思います。配線を通していきましょう。場所を決めましょう。ここら辺にいいかな。窓の綺麗なところですね。感じますか。あ、逆だった。こんな感じで取り付けてみました。後ろから見るとこんな感じですね。そしたらあとは配線をね、スッキリさせていきます。10メートルぐらい余裕があるので隙間に入れていけばいいかなと思います。はい、サイドカメラはねこの位置に取り付けました。でそこからねこう配線をこうたどって中の方につながっています。サイドカメラ、リアカメラ、それから電源とね GPS と4つの配線が揃いましたので、ミラーに取り付けていきたいと思います。まずはねこのピラーを外して、ここの内側を配線を通すことにします。はい、それでね内装剥がしがねついてきました。アダプターね、リアカメラ、サイドカメラ、よいしょ、もじゃもじゃの配線たちを中に入れちゃおう。
りあえずマスキングなんとか入ったので、はい、すっきり配線も収まりました。 OK、 はい、ではやってみましょう。まずはがしたら普通のミラーかな。自動録画で録画になってます、ね、はい、3画面ね同時に表示できます。それでこちらにね速度メーターとかね行き先時間もね今書いてあります。はい、でこれが前ね、これが後ろ、これが横です。すごいね、どれのカメラも結構綺麗でしょ。でまあ一番使うのはこれは前か、前はね見えるからいいや、横後ろかな。やっぱあのバックミラーが、キャンピングカー見えないのでバックミラーの代わりにねこういう風に見れるのはいいと思います。でバックする時も下がね見えます。パナソニックの、カメラついてます。これもね見やすいんです。ただ、下向きなので真後ろは見えなかったんですよ。ミラー代わりにねこういう風に見れるのは嬉しいなと思います。このここね、右斜め後ろですですね、右斜め後ろ、まあ、一応ミラーがあるんですが、ミラーとちょっと違う斜め下とかの後ろを見れるような位置に取り付けをいたしました。これによってね、視覚とかあとレーンチェンジした後の、車間の確認ですねっていうのに使えるかなと思います。追い越し車線に出てからあの走行車線に戻る時の、位置確認なんかにもね非常に役に立つと思います。この広いんですよ、広角なので、3車線道路から2車線移動するときなんかにもね非常に使えるんじゃないかと思います。どうしても目視できないのでね。すごい綺麗で、横こっちね、横斜め下か、これの様子もすごく綺麗にね夜も映るんだなと思って、うん、これは安全にやっぱりつながりますよね。でね、明るさもこれね実は変えられてこう明るくもできるし、はい、いかがだったでしょうか。3カメラタイプのですねドライブレコーダーを、ちょっと取り付けてみました。今の時代ねドライブレコーダーが、まあ、ある程度やっぱ必須になってきているご時世です。なので一石二鳥一石三鳥ぐらいかでいろいろ解決できる、アイテムになったんじゃないかなと思っております。いやつけてよかったです本当にね。今回はみんな皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。